田中達夫は、日本の政治家。元埼玉県入間市長。元埼玉県議会議員。元入間市議会議員。埼玉県入間郡東金子村に生まれる。武蔵町立東金子小学校。入間市立武蔵中学校。埼玉県立川越高等学校卒業。1976年、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。 非選挙権を得た25歳の時に、当時の入間市長の水村二平に、市長になりたいがどうすればいいかと相談しに行く。その時に、まずは議員になって、勉強をすることだと悟され、議員になることを決意。1981年、入間市議会議員に初当選。市議時代、全国最年少で議長に就任。1995年、埼玉県議会議員に初当選。 五期務める。2012年10月21日に行われた、入間市長選挙に立候補し、元副市長の吉田武を、元市議の野口哲次らを破り初当選。2013年3月まで自由民主党、入間市支部長を務める。2016年再選。2020年7月15日、次期市長選に出馬せず引退する意向を表明。後継指名は行わないものの、 市長選では、埼玉県議会議員の杉島理一郎を支持する、考えを示した。ABE リューム百六166市長、田中達夫埼玉県入間市長、自分の背中は、自分でしか押せない若者と政治を結ぶ、NPO 法人 .jp、入間市長選田中氏が再選、石田氏を破る、投票率33.48%、埼玉。毎日新聞。 https://mainichi.jp/.articles/.20161024/.ddl/.k11/.010/.06000C2020 年7月17日閲覧。入間市の田中市長、次期市長選不出馬表明。テレビ埼玉。 http://mail.teletaema.jp:/news/20200715.html2020 年7月17日閲覧。産経新聞、入間市長選に、自民系県議現職、田中氏は参戦不出馬2020年7月17日。令和2年度一般会計補正予算。入間市役所。 2020年11月19日閲覧。議案第73号市長等の給料の被害の特例に関する条例の一部を改正する条例。入間市議会。2020年11月19日閲覧。たっちゃん市長の真剣勝負番組紹介。77.7MHz FM チャピー。2020年12月23日閲覧。ありがとうございます。